皆さん、こんにちは。なるほど、てんです。今日もボール相当パズルで遊んでいきます。さあ、レベル35ですね。いってみましょう。うーん、ピンク、赤ですかね。パッと見いけそうなのは。まあ、ピンクですかね。紫ピンク、紫、オレンジ。うん、ピンク取るには紫出さないといけないけど、 紫を試験管に移すとピンクでしょ赤が今度邪魔するから灰色灰色移すと赤移せるでしょ黄緑がうーん灰色ってみますかこうしておいて うーんやっぱ紫が邪魔しますねああでもんあれなんか今ひらめいたんですけどね赤を動かしてピンク出すでしょであここにいた避難させてで ピンク動かしておいて、紫を動かしてピンク。あ、ちょちょちょ。危ない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 。で、えー、これ動かして灰色がいきますか。こうでしょで、赤、赤、赤、青。紫。 どう何を動かしたいですかね紫、オレンジ。一旦こっちに避難させておいて、けど赤を入れたら、試験管に入れたら、終わっちゃいますかね。ああ、頑張ればいけますか。赤入れますか。で、こっち 地に避難させてこう入れるでしょあでこれで灰色が使えるよしそれから赤あーこれで青を移動させますかそしたら赤が4つになるから OK とそしたらこれが4つと今 <laughs> にこの色何て呼べばいいかわかんない でオレンジ対比させて紫を埋めてここまでくればもういけますかねあいや一瞬積んだかと思いましたけど大丈夫こっちに開,開いてますねよしこれ OK とさあそれではですね今回の動画以上とさせていただきます他にもゲーム実況たくさんお出ししてますのでよかったらなるほど点のチャンネルの再生リストから是非ですね続けてご覧くださいませではご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう